私の名前はパニコ。都内に住む32歳の専業主婦です。3人家族で旦那のトモキと6歳になる娘のパニミがいます。裕福な家庭ではないものの、一人娘のパニミに夫婦2人で愛情をいっぱい注いで仲良く幸せに暮らしていました。そんなある日、夫のトモキがこんなことを言い出したんです。パニコ、あのさ、俺今度習い事を始めてみようと思うんだけど。習い事？うん、いいと思うけど、どうしたの急に。いや、最近運動不足だろ。この間パニミの幼稚園の運動会で周りのお父さんたちがバリバリ動いてるの見て恥ずかしくなっちゃってさ、俺ももっと動けるようになりたいなと思って。そうなんだ、いいんじゃない。最近仕事ばかりで運動不足だもんね。体を動かすのには賛成だよ。この習い事の話には私は大賛成でした。ですが、これがきっかけで私たちの幸せな結婚生活は崩れ始めてしまったのです。ともきは何の習い事をするかしばらく悩んでいたものの、それから1ヶ月ほどして習い事を決めたみたい。たまたま見た映画の影響を受け、会社帰りにダンス教室に通うサラリーマンという主人公に憧れ、社交ダンスクラブに入会しました。最初は私も社交ダンスとびっくりしたものの、他のスポーツと比べて怪我の心配もなさそうだし、本人が決めたことだから反対はしませんでした。それからトモキはなんだかすごくシャキッとし始め、前よりも体の動きも良くなったみたいでした。ですが、社交ダンスを始めて半年が経った頃から、だんだんトモキの様子が以前と変わり始めたのです。ねえトモキ、ちょっと最近帰りが遅いんじゃない？習い事以外の日も遅く帰ることが増えたけど、どうしたの？あ、いや、最近はずっと仕事が終わってから自主練をしてるんだよ。自主練？でもほぼ毎日じゃない。いいだろ別に、誰かに迷惑かけてるわけじゃないし、自主練は公園でやってるからスタジオ代だってかかってないし、飲みの付き合いで金の無駄遣いするよりマシだろ。まあそうだけど、最近トモキは終電ギリギリに帰ってくることが増えました。帰宅時間はほぼ深夜。娘のパニミはもちろんその時間には寝ています。だからパパと話すどころか顔を合わせることも減ってしまっているんです。パニミ、なんだか最近すごく寂しそう。私はトモキが社交ダンスに熱中してしまいすぎていることに嫌悪感を抱くようになってしまっていました。そしてそんな日々が1ヶ月ほど続いたある日の休日、再来週は私の33歳の誕生日。ママのお誕生日パーティーはパニミが全部準備するの。幼いながらに私のことをお祝いしようと張り切って準備をしてくれていました。その朝、パニミはこんなことを言っていました。おはようママ、今日はねパパとずっと前から約束してたお買い物に行くの。そうなの？久しぶりのパパとのデート？ママも行っていい？ママはダメ。今日はママはダメなの。今日はそのパパとママのお誕生日の準備だから、その。ああなるほど、じゃあママはお家にいようかな。小さい娘が私のためにパパとお誕生日のサプライズの準備をしてくれていることがたまらなく愛おしく思い、私はパニミを抱きしめました。するとそこにトモキが起きてきました。ああよく寝たな。おはようパパ、顔洗ってきて、すぐ出かけよう。え？ああごめんパニミ、今日パパ社交ダンス練習で行けないんだ。ごめんな、また今度な。え？どうして？今日お買い物行くって約束したじゃない。トモキ、今日は社交ダンス練習ないでしょ？今度大会に出ることになったんだよ。だから今日も練習。ちなみにもう一つ謝っとくわ。ごめん、大会はパニコの誕生日の日なんだ。え？でも別にいいよな、パニコだってもう家族揃ってお祝いって年でもないだろ。え？ちょっと何言ってるの？せっかくパニミが。パパひどいよ、今日はパニミとママのお誕生日プレゼント買いに行く予定だったじゃない。パニミはしまったという顔で下を向きました。パパには約束をすっぽかされ、ママにはサプライズがバレてしまったパニミは
ショックでその場で泣き出してしまいました。バニーミー、大丈夫よ、泣かないで。ママには内緒にしてたかったのに。ねえ、トモキー、今日はパニミと約束してたんでしょ。大会のことは後から決まったわけだし、今日はパニミとの約束を優先してくれない？そんなの無理だよ。大会のために新しい衣装もシューズも新調したし、レッスン代だって大会に備えて個別レッスンにしたし、それでボーナス結構使っちゃったんだよね。だからあんまり金使いたくないしさ。てかパニコの誕生日プレゼント買う余裕あったら今はダンスに当てたいんだよ。え、ボーナス使ったの？勝手に？勝手にって俺の金だろ。毎月必要な生活費は前と変わらず渡してるんだし。そんな何の相談もせずに。ボーナスはパニミのために毎年ちゃんと貯金してたじゃない。なあ、うるさい、もう限界。準備して練習行くわ。今日は夕飯もいらないから。じゃあな。そう言ってトモキはさっさと支度をし、逃げるように家を出て行きました。取り残された娘と私、泣きじゃくるパニミを私はやっとの思いで落ち着かせました。許せない。私の誕生日は100歩譲って大会と被っちゃったから仕方ないにしても、パニミとの約束をただの練習のためにすっぽかすなんて。私はいたたまれない気持ちになり、誰かにこのことを聞いてほしくて実家にいる両親に連絡し事情を説明しました。なんてこったい、私の大事な娘と孫にそんな寂しい思いをさせてるなんて。許したん？しかもそれなんか匂うね。おかしい。え、なんか匂うって？確かに母さんの言う通りだな。昔父さんも社交ダンスやってたけど、今はほとんど衣装なんかもレンタルできるし、ボーナスを使うほどの出費があるとも思えんな。そうなんだ。なんかあるねこりゃ。調べた方がいいよ。確かに。帰りもここ数ヶ月ずっと遅かったし、どこのダンススクールかも聞いてないから、トモキと一回話し合った方がいいかな。いや、トモキさんには今まで通り接しな。父さんの更新所が協力してやろう。パニコ、この件はまず父さんと母さんで動くから、お前は今まで通りにするんだよ。パニミに寂しい思いをさせないように。うん、わかった。ありがとう、心強いよ。こうして父と母の助言により、密かにトモキの最近の行動について詳しく探ってみることにしたのです。するとそれから1週間も経たずに、とんでもない事実が浮上。その事実を知った私は、あの日流れた娘の涙を思い出して怒りが抑えられなくなりました。だから決意したんです、トモキに人生の後悔をさせてやろうと。そしていよいよ訪れた私の誕生日の日。今日は33歳の誕生日でもあり、私たち家族の運命の日になりました。席はここだ。ここから6番目までね。パニミはママの隣。じゃあバーバはパニミちゃんの隣。じゃあジージはその隣。パニミちゃんの隣取られちゃったな。あらあら、パニミちゃんは人気者ね。そうです、ここはトモキの社交ダンス大会の応援席。父と母の協力でどこで大会が行われるのかまで調べた私たちは、トモキのご両親も呼んで家族総出でサプライズ応援に来たのです。そして大会が始まりました。次々にカラフルな衣装を身にまとった選手が登場。ついにトモキとパートナーの春菜が手を取り合って入場しました。トモキのやつ、あんな若いパートナー連れて鼻の下ズルズル伸ばしちゃって、笑ってられるのも今のうちよ。にしてもあの子もかわいそうね。あの若さで転落人生を味わうなんて。そして会場内に優雅な音楽が流れ始めました。会場からは選手がポーズを決めるごとに拍手喝采。全くとも切ったら家族全員が見てるとは知らず、若いパートナーにデレデレしながら踊っています。そんな中、ついに運命の瞬間が来たんです。トモキたちのペアが私たち家族の前に来て、こちらに向かってドヤ顔でポーズを決めました。
私はすかさず冷やかしてやりました。ヒューヒュー、プライベートで練習してたから息ぴったりね。うわ、演技中だというのに私たちに気づき動揺し取り乱すトモキ。さらにトモキは私の横にずらりと並ぶ人たちに目をやったと思ったらドタン。振り付けもパートナーと踊りの真っ最中だってことも大会に出場してるってことも一瞬で吹き飛んじゃったんでしょうね。ボケっとしているうちにパートナーの春菜は次のステップに進もうとしたのでトモキとのバランスを崩し二人仲良く転倒しちゃったんです。いた！え、パニゴ、パニミ、お父さん、お母さん、父さん、母さんまで？え？ちょっと何？演技中に止まらないでよ。どうして？倒れた春菜をかぼうともせずケアすることもなく慌てふためくトモキ。ダンスすることなんてとっくに忘れちゃってます。そんなトモキに会場からはパートナー失格だなと軽蔑する声が。するとスタッフがやってきて2人に失格を宣言。スタッフに誘導され退場していきました。私たち家族もすかさず2人のいる選手控え室に。ちょっと、なんで私のこと守ってくれなかったのよ。それに会場にいたの奥さんでしょ。奥さんとはもう離婚するんじゃなかったの？だからお金も全部私のために使っても大丈夫だって。そうだけど、私トモキが奥さんとはもう別れるって言うから今まで我慢して付き合ってたのよ。どう見ても奥さんと円満じゃない。家族みんなで応援に来るなんて私を騙したのね。そんなんじゃない、俺が愛してるのは春菜ちゃんだけだよ。その時でした。なんだって？トモキ、あなた何言ってるのよ。父さん、母さん、お前まさか浮気してたのか。いや違う。えへへ、トモキったな。これは私から説明した方がいい？自分で説明する？いけ。パニミはこの状況が面白いのかキャッキャしています。あんたね、バレないとでも思った？アホね。春菜さんだっけ？あなた二十歳なのよね。かわいそうね。貢いでくれるからってこんな男に引っかかっちゃって。なんで？君の最近の行動をパニコに相談されてね、怪しいなと思って調べさせてもらったよ。社交ダンスで不倫相手を見つけるなんて、お前社交ダンスなめんじゃねえよ。しかもそんな若いこと？たく、クズ以外の何者でもないわね。その通りだ。けしからんぞ、けしからん。ですよね。お母さんもお父さんも許せませんよね。パニミに寂しい思いをさせてきたトモキに復讐したい私の気持ち、わかりますよね。ニコさん、すまないね。しかも今日はパニコさんのお誕生日だというのに。目の前で繰り広げられる修羅場に浮気相手の春菜は足をガクガクブルブルし始めました。するとトモキ、自分の分が悪いと判断したのか急に手のひらを返してきたんです。すまないパニコ、もう二度としない。春菜とは別れる、だから許してくれよ。俺どうかしてたんだな。間違いは誰にでもあるだろう。は？何言ってるの？じゃあ私はどうなるのよ。トモキが離婚して養ってくれるって言うから大学も辞めて実家とも縁を切ったのに。今だってトモキの援助があるからなんとか生活できてるのに、これからどうやって生きてけっていうの？あら、そこまでトモキに頼って生活してたの？道理で最近は我が家の家計がピンチだったわけだ。そんな若い女に見ついてたなんて。その女もその女だよ。妻子持ちの男に手を出すなんて。既婚者に手を出したんだから覚悟はできてるんだろうな。そんな、パニコ、許してくれるよな。俺もう社交ダンスもやめるから。だから何？だから俺ともう一度やり直す。え、何言ってんの？あんたこれからはパートナーいないけど。え、あ、そんな嘘だよな。もうあんたのことなんてノーセンキュー。シャルウィーダンス？キモ。離婚だわ離婚。社交ダンスで人生のパートナーも失っちゃったね。そんな待ってくれよ。パニミは？パニミだって俺と離れるのは嫌だろ。
ニミちゃん、今日のパパどうだった？キモかった。パパのダンスもキモダンスだったし、衣装もキモ衣装。出てきた瞬間に秒でキモいって思った。はい、拒絶反応いただきました。パニミ、パパと帰りたい？パニミ、いらない。はい、不要宣言いただきました。ってことで今日から帰ってこないでね。え、そんな、じゃあ俺はどこに？わかった、しばらくは別で暮らそう。俺は実家に帰るからな。何を寝ぼけたこと言ってんだ。お前の帰る家はないぞ。そうよ、こんなひどいことする子はうちの子ではありません。帰る家ないみたいだね。え、じゃあ春菜の家に？ふざけんなよてめえ。そして怒りが収まらない春菜は友樹に向かって自分のパンプスを脱ぎ勢いよく投げつけました。そして春菜は泣きながら会場を後にしました。呆然とする友樹、私たち家族はそんな友樹を放って会場から出ました。その後、それから2ヶ月で私と友樹は離婚。もちろん友樹には慰謝料200万円と毎月の養育費を請求。春菜にも慰謝料として100万円を請求しました。さらに春菜の実家と友樹の会社にもこの件を報告。友樹は会社をクビ、そしてどちらも借金地獄でぼっちという状況にしてやりました。結局2人は破局したようで、友樹はボローアパートで日雇いの仕事で生きているとのこと。春菜は借金取りに追われる生活をしながら、どうやら犯罪に手を染めたらしく、今は檻の中で暮らしているそうです。自分の過ちのせいで友樹も春菜も一瞬にして大切なものをいくつも失ってしまい、転落の人生を送ることに。でも自業自得ですよね。パニミは離婚してもパパを恋しく思うことはなく、今は実家でジージとバーバと仲良く暮らしています。ねえママ、パニミ、習い事でダンス始めようかな。え、ダンス？何のダンス？ヒップホップ。いいじゃん、かっこいい。そういうことならこれとおじさんに聞いてごらん。え、どうして？きっとすっごいコーチをプライベートでつけてもらえるわよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。